2003年の夏、埼玉県熊谷市で一人の男とそれに伴った少年少女の計3名が到底考えられないような事件を起こしました。本事件、1名の男性と3名の女性が被害に遭うのですが、3名の女性は全くの無関係だったのです。女性たちは勤務先の寮にたまたま住んでおり、たまたまその時間にその場所にいたため巻き込まれてしまいました。発端は一人の少女だったのです。詳細を見ていきましょう。事件概要。当時16歳の少女志保は事件の1ヶ月ほど前から家出をしていました。志保は友達の家を転々とする生活を送っていたのです。そして飲食店店員の達也と知り合い、達也の自宅アパートにもたびたび身を寄せるようになります。そのうち志保がやっていることに対して心配していた達也は、志保、自分の家に正式に住まわせようと考えていきました。達也は志保が家に帰ってこないと心配して志保に電話をかけています。この時達也は最近彼女ができたと同僚に話していたと言います。しかし志保は達也のことを家をタダで貸してくれる都合のいいやつとしか捉えておらず、しつこく心配してくる達也に志保は嫌気がさしていました。ただ達也は志保と付き合っていると思っているため、志保にもそのように勘違いさせる言動をしていたのかもしれません。達也は勤務先の飲食店従業員に、志保と別れるのを覚悟でちゃんと話し合いをすると告げています。達也は志保に健全な道を歩んで欲しかったのでしょう。そして達也と志保が話し合いのため会うことになりました。しかしその直後、尾形という男が、俺が仲裁役になると言って姿を現します。実はこの尾形という男ですが、志保と付き合っている男性だったのです。志保は達也と尾形二人と交際しており、実質的に二股をしていました。いきなり現れた尾形ですが、達也は志保と別れたくないため別れることに同意しません。しかし尾形は元暴力団であり、志保と別れるよう達也にしつこく迫りました。そのため達也は泣く泣く志保との交際を断念したのです。ただ志保は親と喧嘩をして再び家出し、行く当てがなかったのか、達也の部屋に出入りするようになっていきます。尾形と付き合っているなら志保は尾形のところへ行けばよいのにと思いますが、実は尾形は結婚し子供もいたのです。つまり志保と尾形は不倫関係でした。そのため志保は尾形の家に行くことはできなかったのです。その後8月18日午前、その日志保は熊谷市内の無職少年陸の自宅アパートに身を寄せていました。そして尾形は車で志保と陸をファミリーレストランに連れて行きます。その席で志保が達也に関係を無理に迫られたという話を持ち出しました。これが本当かどうか定かではないですが、このことがきっかけで尾形は達也に対して、舐めやがってやっちゃうべと言ったと言います。その尾形の言葉に対して志保は、そうだよ、やっちゃってやっちゃってよ、やっちゃえなどと発言し、陸もやっちゃいましょうと言ったそうです。その後尾形は自分が経営するゲーム喫茶から包丁を持ち出しました。そして志保と陸に対し、帰ってもいいぞと言いましたが、二人も同行することになり、午後1時ごろ3人で達也のアパートへ向かいます。アパートに着いた一行ですが、尾形は志保に、本当にやっちゃって大丈夫なんと聞き、大丈夫だよ、やっちゃってと再び志保は言ったそうです。達也のアパートは飲食店の店員たちの寮になっており、その時達也は同じアパートに住む同僚の女性恵子さんの部屋にいました。そこで志保は言葉巧みに達也を誘い出し、達也を部屋に呼び出します。尾形は達也に対して志保に手を出そうとしたことを咎めました。しかし達也はそれを認めようとしなかったのです。そのため尾形は達也に対して手を挙げることになります。しかもそれだけでは物足りず、飲食店同僚の恵子さんも達也の部屋に連れ込みました。そしてどういうわけか恵子さんに見せつけるようにして、達也を持参した包丁で手にかけてしまったのです。そして午後1時20分ごろ、達也の勤務先の飲食店店長が出勤してこない達也のことを心配し、達也の携帯電話に連絡をします。しかし通じません。そこで店長は同じアパート寮に住む
達也の同僚の女性ゆいなさんに、すまないが達也の様子を見に行ってくれないかと頼みます。ゆいなさんは店長と携帯電話をつないだまま、達也の部屋に尾形たちがいることも知らず訪れました。その後、尾形はゆいなさんまでも室内に連れ込んだのです。そしてゆいなさんにまで達也の生きった姿を見せつけます。そしてこの時、ゆいなさんの部屋にリンさんという友人の女性がいたのですが、それを知った尾形がリクにリンさんの様子を見に行かせます。そしてリンさんも達也の部屋に連れ込み、達也の姿を見せつけたのです。この時点で達也の部屋には実行した尾形、家で少女の志保、ファミレスに一緒にいてついてきたリク、達也の同僚の女性恵子さん、店長から電話で様子を見に行くように言われて部屋に来てしまったゆいなさん、ゆいなさんの友人の女性リンさん、そして達也の7名がいました。つまり加害者側が3名、全く関係のない女性3名、すでに被害に遭ってしまった達也です。午後1時40分頃、尾形は目撃者が多すぎるような、絶対こいつら言いそうだからどうしようか、みんなやっちゃおうかと言って、志保はうん、やるしかないでしょうと賛同しました。そして尾形は自分の車に恵子さん、ゆいなさん、りんさんを乗せて連れ去ることを決めます。まず尾形は助手席に陸を乗せました。そして後部座席に志保、恵子さん、りんさんを乗せて、ゆいなさんをトランクに閉じ込めたのです。尾形は車を秩父市方面へと走らせます。車は秩父市黒谷の美の山公園駐車場で止まりました。そして尾形は最初にリンさんを下ろしてトイレに連れ込み、手にかけようとしますが、うまくいかず、リンさんは意識を失ったため、そのまま放置しました。駐車場へ戻ると志保が、携帯電話の着信音が聞こえた、と言ったため、尾形はトランクを開けます。そして尾形はトランクからゆいなさんを連れ出し、手にかけて道路脇の崖から投げ落としたのです。その後、熊谷市内へ戻った尾形は、残る恵子さんを建築の資材置き場で下ろして、包丁を使った後、唇と鼻に瞬間着剤を塗った上で、両手足を拘束し、放置しました。その日の午後4時45分、美の山公園に倒れていた林さんを通行人が発見し、110番通報します。林さんは意識不明で倒れていましたが、命は助かっていました。病院に運ばれた林さんは、熊谷のアパートに男の人が倒れているから調べてくださいと告げます。そしてアパートに駆けつけた熊谷警察署員が布団をかけられて横たわる達也を発見したのです。その後、同日の午後8時50分頃、建築の資材置き場に放置されていた恵子さんが発見されて、間もなく意識不明の重体に陥りました。ただ不幸中の幸いではありますが、恵子さんは奇跡的に一命を取り留めたのです。しかし翌日にゆいなさんは帰らぬ人となり発見されてしまいました。つまり達也の同僚女性恵子さんとゆいなさんの友人のリンさんは助かりましたが、店長から電話を受け達也の様子を見に行ったゆいなさんは命を奪われてしまったのです。恵子さんは意識回復後も会話が満足にできない状態だったため、捜査員が病室に文字盤を持ち込みました。恵子さんは文字を一つ一つ指差し経緯を説明します。そして8月21日尾形が逮捕されました。任意同行の際、報道各社のカメラマンも随行していましたが、逃げるつもりはねえよなどと話しているシーンがテレビによって全国に放映されたのです。その後、志保と陸もすぐに逮捕されました。取り調べに対して尾形は、志保取られてメンツが立たなかったので達也を手にかけたと供述したそうです。さらに3人の女性については、2人が生きていることをニュースで知って口封じのため2人を搬送先の病院で手にかけることを計画していたと明かしました。ちなみに尾形は志保については自分に好意を寄せていることを利用して夜のお店で働かせようとも考えていたといいます。逆に志保は検察官の取り調べに対して、今一番したいことはと聞かれた際に、ファミレスとかゲーセンに行って他の客を見て、あいつは変だとか言って笑いたいと答えたそうです。事件のその後、裁判が行われ、尾形の刑事責任能力については、指紋を拭き取るように指示するなど合理的な行動をとっている、経緯や状況の具体的な記憶を保持していた、と
として完全責任能力を認め、検察側の求刑通り尾形に極刑が下りました。弁護側は控訴しましたが、尾形は控訴を取り下げたため一審の刑が確定します。弁護人によると、尾形は判決に納得している、判決の事実認定に間違いはあるが二審で正せないし正す意味もない、特に女性3人には申し訳ない、あんなことをしなければよかったと反省していたといいます。司法は求刑通り懲役5から10年の不定期刑が確定し、陸は中等少年院送致長期の保護処分を受けました。そして刑の確定から約3年後、尾形の刑が執行されたのです。男性だけでなく全く無関係の方も巻き込まれてしまった本事件、実行時司法はやっちゃえやっちゃってと言いながら尾形を煽っていたそうですが、公判ではこのことを否認しています。しかし全くの無関係の女性たちまで襲われているにもかかわらず、誰も尾形を止めようとはせず一緒に同行していたのは事実です。極刑となった尾形はこれまで何度も犯罪に手を染め、挙句の果てに本件のような凄惨な事件を起こし人生の幕を下ろしました。人の命をあまりにも軽々しく考えていた男ですが、本事件の5年前に娘も生まれていたのです。人を苦しめる時に何も感じなかったのか、娘の顔は浮かばなかったのか、非常にやりきれなくなる事件です。もう二度とこのような事件が起こらないことを願うとともに、被害者のご冥福をお祈りいたします。